目はですね、ジャックス79トカチ2の2つ目は次世代シーケンスデータベースという名前で、私 DBCLS の太田が担当させていただきます。よろしくお願いします。でですね、資料は、オンラインにありまして PDF とかでもあるんですが、この資料をですね、一応何にも私の話を聞かなくてもこれをずっと一人でずっとチクチク読んでいくとなんとなく概要が分かるように作っています。今日の講習の資料なんですけど、このコマで、90分、僕の話を聞いたりこれを読んだり調べたりすることで何ができるようになりたいかっていう目標なんですけれども、新型シーケンサーから出てくる、データがどういうものかっていうことと、そのデータが、データベースで公開されてます。でその公開されているデータベースがどういうようなものかっていうことと、そこからデータを取ってくるためにはどういう、風な操作が必要で、データを取ってくるときにどういう知識が必要かっていうことを、学ぶっていうのが目標になります。で、この資料の流れなんですけれども、最初にシーケンサーってどういうものですかっていうような定義とかっていうところのおさらいをします。シーケンサーのデータについてこうファストQだバムだとかパッて言われて意味が分かる人、はい、あ、そうでもない、じゃあデータを実際に見たことがないっていう人いますか。はい、お二人ほど。その他の皆さんは、じゃあこの辺のシーケンサーとはの定義とかどんな風なのかとかアプリケーションとかについておおむね分かってるからもう別に聞かなくてもいいかなっていう人にどれぐらいいます、ね、じゃあ飛ばさないようにします。で、じゃあその後に、じゃあそういうシーケンサーから出てきたデータベースっていうのは何ですかっていうような話を、知ってですね、メインの肝のところはここの、データベースって何ですかとかっていうことと、データがどうやって登録されますか、どうやってデータを取ってきますかっていうところなんですけども、ここのおさらいやってからじゃあこっちの方を、説明をしようと思います。最初じゃあおさらい的にシーケンサーっていう話をしましょう。でこうちょっとね文章をだーっていっぱい書いてるんですけれども、新型シーケンサーとか次世代シーケンサーとか言ってて、次世代って言い出してもう10年ぐらい10年以上ですかね。10年以上経ってて、もう10年前からずっと次世代って言ってて、なんだよっていう感じなんですが、いわゆるバズワードで明確な定義は存在しませんと。で、産科シーケンサー以降に、大体2007年、2008年頃から出てきた新しい、並列して、大量の DNA シーケンスをするっていう技術の総称というふうに言われています。でも、その、新型シーケンサーとか次世代シーケンサーとかって言い出して2007年、2008年のものと、今もう一番最近のものっていうのはもう全然性能が違うので、それを一括りに新型シーケンサーっていうのはどうなのかっていうようなところもあります。いろんな、メーカーがですね、このシーケンサーを出していて、イルミナイ、アイオントレント、ロッシュ、パック、バイオソリッド、オックスフォード、ナノポアとかっていろいろあるんですが、あって、で、次の文献を参照してくださいっていうのがこれ2016年の文献でもうすでにちょっと古いので、これもあんまり最新のものではないんですが、もうこちらの蓄大の方に共通機器室があって、そちらにはイルミナのマイセックが入ってるっていう風に伺ってます。で、このイルミナのシーケンサーが多分もう次世代シーケンサーといえばみたいな、一番有名なものになって、その下のイオントレント、ロッシュパック、ロッシュあたりはもうどっか行っちゃって消えていってしまってですね、たまに大学の共通機器室とかに眠ってて、なんかこう実はあるみたいな感じのところもあります。あんまりガンガン今も現役で動いてるっていうのはあんまり聞いたことがないです。ソリッドはもっとこう古のなんかあれがあってですね、イオンプロトンとかっていうですね、すごいこの10年の間に出ては消えていったシーケンサーみたいなのがいっぱいありまして、で、各社メーカーさんすごい頑張っていろいろ技術競争というか、どんどん性能を良くするっていうのをやってきたんですが、現状もイルミナ、たくさんゲノムを読むっていうような、用途に関しては、量を読むっていう用途に関してはもうイルミナが実質的にもう独占状態になってます。で、それとは反対に、イルミナはたくさん量を読めるんですけれども、一つあたりのフラグメントが、短いので、長くシーケンスをして長い、DNA のフラグメントを読みたいっていう場合には、この真ん中にあるパックバイオとか、あと一番下のオックスフォードナノポアっていうこの2つが今現在主流になってますっていうことを書いていたかな。もうちょっと下の方に書いてありますね。
じゃあ、シーケンサーのおさらいなんですけれども、まあ、具体的にどういうステップを踏むかというと、まずサンプルがあります。皆さんは動物の細胞とかをお使いの方が多いですか？植物とか微生物やられてる方っていらっしゃいますか？あ、いますね。あ、結構います。現状その DNA シーケンスって10年ぐらい次世代シーケンサーやってきて、いろいろまあ難しいとか、機械扱うのが難しいとか、データがたくさん出てくるからコンピューターで解析しなきゃいけなくて大変だとか、いろんなことを言ってたんですけれども、基本的な流れとして、その前シーケンスに持っていくまでにサンプルからまず DNA を抽出します。でそこでまあフルレングスの、DNA を抽出したものが出てきて、でそれに対して、フラグメンテーション、それを短く、切ってアダプターをつけるっていう作業をやって、でそこ、ここまでのステップを、まあ、ライブラリープレップって言ってライブラリの調整をします。それで機械にロードして、でシーケンスドーンとやると、生ものがデジタルデータになるっていうようなことになるんですが、まあ、こんな感じですね。サンプルが出てきた、長い、もともと長い DNA の、分子を、短く切ってあげて、で短く切ったものを、シーケンスするっていうようなことを、するわけです。でこの後にはそうアセンブリーとかが来るんですが、でこの講習ではその基本的にそのシーケンスをした後の、だから生ものの分子の状態から、電子的なデータ、デジタルデータに変わった後のデータの話をするんですが、次世代シーケンサーの、一般的なその現在の、なんて言うんでしょう、トレンドというか、問題意識として、かなりこの辺の、DNA の、プレップとかはキット化とかが進んで、実際に自分でシーケンスをするっていう時には、割と簡単とは言わないですけれども、ちゃんとプロトコルができているので、できるというふうになっているんですが、今一番その次世代シーケンサーを使った、解析とか実験とかの、トレンドとして大きいのが、ここの DNA のエクストラクションのところで、例えば何て言うんでしょう、多形解析、バリアントの解析をしたりとか RNA の解析をしたりとかっていう場合には、ここのフラグメントが短くなってもいいんですけど、例えば新しい品種の、新規にゲノムを決定したいとかっていう時だと、ここのフラグメントが短いと、短いものをずっとつないでいかなきゃいけないので、そのコンピューター的な、作業がすごく大変になるので、なるべく長いシーケンスのフラグメントを読みたいと。だからここでこんなに短く、断片化しないで、なるべく長いまま残してアダプターにつけて、さっき言ったようなパックバイオとかナノポアとかっていうような新しいシーケンサーで、解析をするっていうようなことが、やられるんですけど、ここの DNA エクストラクションがすごく、今一番、大変というか、ネックになっていて、そのいわゆるまあもう人とかマウスとかのバイオ細胞とかそういったものだったらいいんですけど、例えば植物だったりとか微生物でも、あとは昆虫だったりとか、そういうようなものから、質のいい DNA を、長いものを大量、多く取るっていうようなエクストラクションのところの実験の操作がすごく難しいっていうふうな、認識というか、そういうような問題があります。なので、これからご自分でデータを出そうかなっていうふうに考えられている方は、ポンととりあえず DNA 抽出したらそれ全部読んでくれる、確かに読んでくれるんですけど、その DNA シーケンサーってその入れた分子をそのまま読むんですが、そこの品質が良くないと結局その後の、データになった段階で、例えばそのプログラム書いたり解析のツール使ったりとかして解析をしても、そこではもうどうしようもない。一番最初のこの分子取り出す段階でここで品質のいいものを出さないと、この後で何ともならないみたいな問題があって、そういうようなところが最近の次世代シーケンサーを使った解析のトピックの一つになってます。なのでこれからシーケンスするぞっていう人は、ここの DNA の抽出のところとかをちょっと気をつけてもらうといいのかなと思います。でシーケンスをすると、デジタルデータになって、こうダダダダダともうテキストで出てきます。出てくるんですけれども、ここでやったみたいに、元々読みたいのは、例えばここに遺伝子の、配列がこうあったとして、でここずっと読んでるんですけど、これぶつ切りになって全部こうシーケンサーに入れちゃったので、出てくるのもぶつ切れになって、
あの同じ長さのやつがダダダダダと出てくるんですね。だからこれから、これをつなぎ合わせるって、その実際に、シーケンサーに入れた、DNA の配列がどうだったかっていうのを復元するっていうようなことをしなきゃいけないわけです。でよくあの例えられるのは、シュレダーにダーってプリントを入れて、で出てきたダーっていう紙をこう見ながらビビビビビってつなげて元の紙を復元するみたいな作業にあのよく例えられるんですが、まあ、もともとが分子の状態だったんで、それをデジタルのデータに変換して、デジタルのデータになったらここの部分を元に戻す。で2つやり方があって、何もあのもうここに出てきたデータだけを見て、でそれいろんな あのあれがあるんで、その例えばですね、ゲノムがこう例えば10ベースの部分が簡単に言うと10ベースあったとして、でそれを10ベースかけるの例えば30かけなんで、300ベース分読むとかっていう風にすると、いろんなところで切れたあのリードが出てくるので、これがこういう風にですね、ここですね、ここに書いてあるようにあのリファレンスというもうすでにあの読まれてるようなあの例えば自分の扱っている生物種の、ゲノムがすでに決定していてデータベースに登録されてるっていう風にな状況であれば、それをリファレンスとして、でそれで自分が新しく、シーケンスしたものをこう同じところに貼り付くものをペタ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 くっつけていくっていうことをやるのがリファレンスのアライメントで、リファレンスを全く使わないで、こちらの手元にあるリードの、情報だけを元にペタペタくっつけ合わせていくのを、アセンブルっていうふうに言います。だから、例えば新しいそのこれまでゲノムが解読されてないとか、ドラフトの、ゲノム配列が、公開されてないような、生物のゲノムを新しく決めようっていうふうになると、こちらのアセンブリーの方法で、ゲノムを復元すると。でそうでないものであれば、リファレンス、これまでにもう既に基地の配列を使ってそれに、並べていくというようなことをして、元々の配列を復元するということをします。なので、だいたいここでその、まあ、いわゆる昔で言うと非モデルモデルって言ってたような、あの今までゲノムの情報が分かってないものに関してはこちら、ゲノムの情報が分かっているものに関してはこちらの方法を選択するっていうふうなやり方になります。でさっき言ったあのシーケンサーにいくつか種類がありますけどって言ってた時の、こっちのアッセンブリっていう風なことをやりたい場合には、できるだけその一本のリードが長ければ長い方が、長くつなげてギャップも超えられるので、パックバイオとかナノポアみたいなものが最近はよく使われてます。でもう一つは、こっちのリファレンスアライメントっていう方は、ここがあのリファレンスの方がありさえすれば、ここがその多少短くても、短いって言っても大体100ベースとか150ベースぐらいの、断片なんですけど、それを貼り付けていくってことをすれば復元できるので、ね、安くて大量に読めるイルミナの方シーケンサーを使うってことが多いです。で、ですね、でここまでやってしまうと、次の、ステップとして、例えば、まあ、アセンブルしたシーケンス、新しい新規の生物種のゲノムを決めようっていう時とかは、例えばギャップクローズしたりとか、そのつないだ、ゲノムの配列の中から、遺伝子のコーディングリージョンを予測するとかっていうような、そのさらに後の解析をやっていくことになります。で反対にこちら側はですね、もうすでにまあゲノムの情報が分かっていて、遺伝子のアノテーションも、まあ、例えばちょっとでもついているとかっていうような状態であれば、じゃあ、基地の配列 と比べて自分の、シーケンスしたもの、例えば、野生株と変異株のゲノムを読んだ時に、それぞれを比べて、どこが、バリアントが変わってるかとかっていうことだったりとか、あとは RNA-seq とか、チップ seq とかをやると、その貼り付けたところに例えば遺伝子の発現量がどれぐらいかっていうような計算をしたりとか、まあ、チップ seq だったら、あの転写因子がくっついたところの、どこにくっついたかっていうような、場所の、特定をするようなピークコーリングとかっていうような作業をします。なので、まあ、次世代シーケンサーでシーケンスしましたっていうふうに言って、まあ、なんとかセック、RNA-seq とか、ホールゲノムとか、チップセックとか、なんとかいろんなあのアプリケーションがありますけど、まあ、それぞれ、
まあ、どういう分子を読むか RNA なのかゲノムなのかっていうことと、どういう生物種を対象にしてるのか、人なの、人みたいによく分かってるものをやってるのか植物なのか全然まだ、リファレンスのないような昆虫だったりとか、 なんか微生物だったりとかっていうのをやってるのかっていうことによって、その後どういう作業をするかっていうのが全部変わってきます。で、でまあ、この講習でというか、まあこういうなんか、まあ、サンプルから DNA 抽出してシーケンスします。でそこからデータが出てきます。貼り合わせてつなぐかリファレンスに当てるかっていうような2つやり方をやって、でその後の、さらに解析をやってっていう時に、なんか全部ひとくりにデータ解析って言ったりとか、ここからここまでは前処理って言ったりとか、いろんな、言い方があって、例えば本とか人によっても言い方ちょっと違うんですけど、この講習の時にはここをデータプロセッシングっていう、まあ、前処理的な、ものとして、でこっちはデータアナリシス、データ解析っていうふうに、読んでいます。で、そうですね、だからまあざっとオーバービューでいくと、まあサンプル、実際の生もののサンプルがあって、でそれをまあ実験室で、まあ、DNA の抽出 と、サンプルのプレップアダプターをつけたりということをした後に、シーケンサーに入れますと。でシーケンサーに入れて、毎セクだったら1日ぐらいとか待つと、データがデジタルデータが出てきますと。でデジタルデータが出てきたところ、最初のプロセッシングとその次のアナリシスのところは、コンピューターでやります。でコンピューターで解析をすると、最終的にはだいたいまあ、テーブルの情報になったりとかして出てくるので、それをもとに、フィグを書いたりとかするっていうのが、まあ、基本的な、次世代シーケンサーの解析の手順になります。で、ここまでなんですが、ちなみにこのアセンブリーとかアラインメントとかっていうのを全然聞いたことがなかったっていう方っていますか？どれぐらいいらっしゃいますか？初めて聞いた人がいない。1人。もうじゃあもう他の皆さんはこの辺でどういう作業をどういうソフトウェアを使うとかもう全部ご存知ですか？まあ、大体この2つに分けられるので、ご自分の、やりたいことっていう風なのが、こういう解析がしたいっていう時にどっちかを選んで、それに必要なソフトウェアを使ったり、それに必要なデータを出したりとかデータを取ってきたりとかっていうようなことになるんですが、そこのアセンブリーをするのかアライメントをしなきゃいけないのかとかっていう判断はもうバッチリできる。なんかどっちやったらいいか分かんないとかっていうようなことはないですかね？大丈夫。ありがとうございます。じゃあまあおさらいなので、こんな感じでいいんですが、じゃああといくつかお話しできることとしては、これシーケンサー機器のですね、右側がリードの長さで、こっちが、リードの、量、ギガベースパーランだから1回ランして、何ギガ出てくるかで、これがこっちが対数グラフで、こっちも対数グラフかななんですが、さっき言ったこれで、これがですね、これもちょっと古くて2016年とかなんですけど、ここにあるこのさっき言ってたような、これがオックスフォードナノポアのミニオンとかっていう機種 で、こっちがパックバイオ RS っていう機種で、こっちの右側にあるってことは、この1回そのシーケンスをすることに出てくるその読めるシーケンスの長さが長いものですね。で、こっち側は、まあ、この辺に来ると、シーケンスの長さはこちらほど長くはないんだけれども、量がたくさん出てくるというような感じです。だからこの辺のハイセックとか、今だとネクストセックとかノバセックとかいろいろあるんですけど、そういうものを使うケースが多いですね。で、そうですね、まあ、この辺に書いてあるんですが、まあ、2016年からたった3年しか経ってないんですけど、まあもうこんななんか戦国時代みたいなのがほぼ終わっちゃって、イルミナのシーケンサーで、まあカバー率もしくはリード数を稼ぐ、もしくは、長いリードを、使いたい場合は、パックバイオとかオックスフォードナノポアっていうのを使うというような、のが最近の現状です。で、
まあ、ここまでそのシーケンサーのデータがどうやって出てくるかっていうのをざっとおさらいしたんですけれども、こういう事前の知識がある程度分かってないと、そのデータベースにデータを取りに行くっていうふうなことをしたときに、そのものすごいたくさんデータがあるので、自分が本当に必要なデータはどれかっていうのを、ちゃんと選ぶっていうことが難しくなります。なので、まあ後でちょっと実際にじゃあ検索してみましょうとかって言ってお見せしますけれども、その時に出てきた用語とかがちょっと分かんなかったら、こっちの資料とかに戻ってきて、確認してみてもらえるといいかなと思います。で、シーケンスのアプリケーションについて、ですが、これがですね、これがもうちょっと図が大きすぎてあれなんですが、最初それこそ10年前とかだったらもう、ホールゲノムで、ゲノムの多系全部解析するとか、エキソーム解析、エクソン領域だけを、濃縮してその部分だけシーケンスするとか、あとはまあ RNA シーケンスとか、転写因子を抗体で釣ってきて、転写因子がくっついてたゲノムの領域だけシーケンスする、チップセックとか、そういったようないくつか基本的な代表的なアプリケーションがあったんですけれども、そのシーケンサーっていうのはとにかく入れた DNA を全部読むっていう機械なので、そのどういう DNA を、調整してその中に入れるかっていうことで、すごいいろんな分子の計測ができると、もちろん RNA-seq だったら RNA を逆転写して cDNA にして DNA を全部入れればその RNA の配列が読めるわけですし、チップ seq なんかはそのゲノムの配列の、特定の何か修飾がされてるところとか、何かタンパク質がくっついてるところだけを取ってくる、でそこだけ読むっていうふうにすると、後で帰ってきた時にどこにくっついてたかっていうのがマップできるっていうような、そういういろんな使い方をができます。でここに書いてるのがイルミナー社の出してる、リストでなんとかセックとかって名前がついてるやつがもうこんだけいっぱいあってですね、多分今もっと増えてると思うんですけれども、まあ、みんな大体その新しいその分子の、DNA の抽出の仕方だったりとか、こういうふうにすればもっと効率が良くなるとか、こういうふうにすると今まで取れなかったこういうような分子が取れるとかっていうのをやって、こうどんどんメソッドの論文として発表しているので、なんとかセックというのがめちゃくちゃいっぱいあってですね、結構これを全部網羅するのは大変です。でなので、まあ、大体その、まあ、基本的なものに関してはもう今書籍とかがいっぱい出ていてですね、この次世代シーケンス解析スタンダード、これもまあもうちょっと古いんですが、これもこれ自体はその基本的な実験の技術というか、どういうふうに DNA を抽出してどういう原理でそのゲノムのこの部分の解析をしますとかっていうようなのが網羅されてますんで、この一冊はすごい参考になりますので、もしそういう細かい情報とかが知りたい場合は日本語だとこういう文献があります。でじゃあ実際そこでこう今まで、シーケンサーのデータシーケンスをして、でそのデータが出てきて、それをどういうふうに解析するかっていうのを、まあ、ざっくりオーバービューでお話ししたんですけど、このシーケンスをした後っていうのは全部デジタルデータで、コンピューターの中で使うデータなんですけど、全部フォーマットの名前がついてます。画像だと JPEG だったり PNG だったりとかってするように、名前がついていて、まあ、一番多分馴染みが深いのはファスタファイルなのかなと思いますが、まあ、これは遺伝子の配列だったりゲノムの配列だったりとかっていうのをテキストファイルで扱うためのファスタっていうファイルがフォーマットがあります。でこれは、解析の時だと、リファレンスの、ゲノム基地のゲノム配列を、解析に入れる時に、まあ、ファスタファイル、ファスタの配列を使います。あとはこっちですね、アセンブリをして、新しいゲノムの配列を作ったという時もファスタの形式で出てきます。でなんですが、シーケンサーから直接出てくるものは、まあ、機種ごとに違いは、あるんですけど、そこから、生のリードとして一番そのプライマリーに使われるのがこのドットファスト Q っていうフォーマットです。でこのファスト Q というのがファスターに対してクオリティの Q がついてるっていうもので、テキストデータにその配列 ATGC の配列、塩基配列の並び と、それに対してそのシーケンサーがどれぐらいの精度で読めたかっていうような、ベースコールの精度っていうのを一緒につけてくれるっていうフォーマットになります。 で、であとはここ、まあ、これを出てきたファスト Q を、例えば基地のゲノム配列のファスタにアラインメントをしてあげると、ここにサムとかバム、ドットサムドットバムって書いてありますけど、このサムとかバムとかっていうフォーマットが出てきます。でこのサムっていうのが、シーケンスアラインメントフォーマットかな。でバムっていうのは、サムっていうフォーマットを、まあ、圧縮した形式になります。バイナリーなのでバムですねっていうような、あれがあります。
あります。で、なのでここのデータベースを使う上で重要なのは、データベースからデータを取るときにそのフォーマット何で取りますかとかっていうのとかがいくつか出てくるんですね。でその時に、例えばファストキューとかしか書いてないんで、ファストキューって何どのタイミングで出てくるデータだったかなとか、サムとかバムとかって書いてあって、アライメントってこれどこからどの段階のデータだったっけっていうのとかが、ちゃんと認識しておかないとデータベースからデータを取るときに、ちょっと困ります。でこの後その実際にシーケンスのデータベースの話をする紹介をしていくんですが、その時にそのシーケンスのデータベースに入っているものは多くの場合はこのドットファストQの部分ですね。だからまだアセンブリーもしてなければリファレンスに対するアライメントもしてませんと、もうただ断片の配列が置いてあるだけっていうようなファストQのフォーマットが置いてあるケースが多いです。でも実際に必要な、皆さんがシーケンスして、こういうことが知りたいなって、例えば、何かの動物の、RNA セックをして、こういう、臓器ではどういう遺伝子が発現が高いかとかっていうようなことが最終的に NGS、シーケンスを使って知りたいことだと思うんですけど、その情報ってここの後なんですね。この作業をした後に出てくる、テーブルのデータとかが最終的に欲しいんだけれども、データベースに行って、手に入るものって大体これなんですよ。なので、その後に、あらかじめここの部分の処理を終わったものがあるデータベースもちょっと紹介はしますけど、多くの場合というか、しばしばここのデータしかないので、このデータを、自分で計算機使ってアライメントして、ここまでやってあげるというようなことをしないと、目的のデータが手に入らないという場合もあります。なので、今日はちょっとそこの、解析の部分に関しては、詳しく説明はできないんですが、これはまた RNAseq だったらこうとか、チップ seq だったらこうとか、バリアント、多系解析だったらこうとかっていうのは、本当にいろんな、目的ごとに違うソフトウェアを使わなきゃいけないので、それはもしこういうの見つけたんだけれどもここまでできないっていう方がいれば、ご相談いただければ、ちょっと手伝いはできるかなと思いますが、覚えておいてほしいのは、データベースに入っているのは大体ここで、最近だと、ここの部分、アライメントが終わったこのサムとか、バムとかっていうフォーマットが置いてある場合もあります。こっちだったらもうちょっと楽ですね。ここのステップやらなくていいので。で、それをちょっと念頭に、じゃあ次は次世代、新型シーケンスのデータベースとはっていうところに行きます。ここまで大丈夫ですか？次世代シーケンサーのデータベースを使えるような気がしてきましたか？一番大事なというか覚えておいていただきたいのは、シーケンサーから出てきたデータ全部同じ手順でできるわけじゃない、目的ごとに違うんだよっていうことだけをまず押さえておいてもらいたくて、でもう一つは、ですね、これですね、そのいろんな手順があって、手順の途中に、いろんな形のフォーマットでデータが出てくるので、このデータの違いを、これ全部今すぐ覚える必要はないんですけど、出てくるものが違うというところを覚えておいてもらえると、大丈夫です。であと何か必要なことが、こういうことがしたいっていうふうになったら、いろんなウェブ上のリソースとか、この資料にもいっぱい書いてますけど、それ見てもらえれば分かるので、必要なのは、ものによって何をしたいかっていうのによって、シーケンサーの同じシーケンサーから出て、例えば、本当にイルミナの同じシーケンサーから出てくるデータでも、RNA のデータを入れたのか、エクソムのデータを入れたのかとかによって、全然ここでやる作業が違うと、っていうことだけ、覚えておいただければいいかなと。ご質問ありがとうございます。アセンブリーやアライメントの言葉の意味は分かるけど、実際 NGS から出てきたデータをどのようなソフトウェアで扱えるかは分からない。なるほど。でここのじゃあアセンブリーアライメントって、ここ四角の箱で書いてますけど、ここ四角の箱でやることは実際ソフトウェアで解析をするということなんですよね。で、どういうソフトウェアを使えばいいか分からないっていうのは、もうすごく最もな、質問だと思います。で、これはもう本当にですね、最近だとそうでもないんですけど、もう本当に 4,5 年前とかだと、なんか半年おきに今はこれを使えとかって言って、もうどん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 その
今一番イケてるソフトウェアみたいなのがどんどん変わっていくような状況だったんですね。で今も、結構アセンブリーのソフトウェアでもいくつか種類がありますし、アライメントだとだいたい BWA とかボータイとか代表的なソフトはあるんですけれども、それでも例えば RNSEC だったら今でも、1,2,3,45個ぐらいなんかみんなが使ってるソフトウェアっていうのがあって、全部同じことをするんですね。全部同じことをするんだけど、いろいろ違うものがあると。なので、ここでは何か特定のソフトウェアのソフトの名前とかっていうよりかは、こう例えば DNA 配列の、アライメントをするとか RNA の配列の、トランスクリプトのアライメントをするとかっていうようなもののソフトウェアを探すっていうやり方を、後でじゃあちょっとお伝えしようと思います。なので、もう一つじゃあ、覚えておいていただきたいのは、ここはあのツールソフトウェアがたくさんあると。で、もうバイオインフォーマティクスバリバリでやってるゲノムのアセンブリーとかしてる方も、結構タイプが分かれてて、自分はもうこのツールをもう使うと決めてもうそれでずっとやってるって方もいますし、今回新しくゲノムを読んだんだけど、どのアセンブリーのそのアセンブルのソフトウェアによってアルゴリズムが微妙に違うので、生物種のとか言って、具体的にはそのゲノムの、特徴によって例えばリピードが多いだったりとか、GC コンテンツが多いとか、なんかそういういろんな、特徴の違いによってどのソフトウェアに入れた時に一番ベストな結果が得られるかというのは違うんですね。なので、私もそうですけど、自分でやるときはもう全部最近のものを全部試すみたいなことをやります。ただそれも結構時間がかかるので、とりあえず、結果が欲しいというときは大体そのよくやるのは、その生物種を、使ってシーケンスをした似たような論文がないかっていうのをまず探して、論文のまとめそでこのソフトウェアのこのバージョンを使ってこういう結果が出てるとかっていうようなことを、調べて、それを使ってまずやってみるっていうようなことをやるのが一般的です。だからここにあえてそのソフトウェアの名前とか全然何も書いてないのは、ここが全然1位に決まらないで、多分もう1年2年とか、3年4年したらもう全然違うソフトウェアになる可能性もありますし、その頃になると多分シーケンサーの性能も多分全然変わってるので、例えばこちらのアセンブリーのところなんかはそうなんですけど、今まではその短く、しか大体その500ベースとか700ベースとかしか読めなくて、でそれをこう貼り合わせるっていう短いものをどんどん長くつなぎ合わせていくっていうようなソフトウェアを使ってたんですけど、シーケンサーがその性能が良くなって、もう一気になんか何千ベース5000ベースとかどんどん長く読めるようになると、もう全然違うアルゴリズムでやらないと早く終わんないみたいなっていうような状況になって、でまたそこの時点でソフトウェアが変わる、もしくは新しいシーケンサー長く読めるんだけれども、クオリティがまちまちで、間違ってるところがあるからミスアセンブリしちゃうみたいなケースになっちゃうと、またそのミスをコレクションするための、アルゴリズムだったりツールだったりが出てきて、また違うツールを使うとっていうような感じになるので、大体そのシーケンサー、どのシーケンサーを使ってシーケンスを、どういう生物種をシーケンスしたかっていうのによって、どのソフトウェアを使うのがベストかっていうのが変わる。だから、シーケンサーのデータの解析で多分一番難しいところはそこかなと思うんですが、もうこればかりはもう同業の人に聞きまくるとか、論文を読むとかとか、もう本当にソフトウェアのことを調べるとかっていうようなことを、やる必要があります。で、大体よくやるのはもう学会とか行って、でその同業の人とかに、これどうやってやってるとかっていうのを聞いたりとか、私もそうするんですけど、そういうふうにやって、聞いたり、あとはもう海外の、研究者のなんかもうツイッターとかですね、もうツイッターとか見て、なんか何とか使ったらこんな長くできたみたいなことを結構みんな平気でツイッターに書いてるんで、それ見ておしめしめみたいな感じで、それを自分でも使ってみるとか、そういうようなことを、やります。ポイントとしては、本当にものによって全然やることが違う、ソフトウェアも違う、10年前5年前今でもやっぱり全然使ってるソフトウェアとかも違うので、情報収集は結構大事です。であとはこのファイルのフォーマットが違うというようなことが、おさらいできたところで、じゃあ早速やっとですね、データベースの話に行きますが、データベースで公開されてるってことは、すなわち誰かがデータベースにデータを登録してるわけなんですが、じゃあそのデータが登録されるまでってどういうふうなことになってるのかっていうことですが、これはこれは飛ばしてもいいかな、一般的に研究者がどういうふうな
日常を過ごしているかというと、まあ、サンプル代わり DNA を抽出してシーケンスをします。プロセッシングしてアナリシスをして、図ができました。図ができたら、論文書いて、論文投稿してリバイズしてパブリッシュして、これビールの絵文字ですね、飲み会をすると、論文が出たのでお祝いの飲み会をするっていうのがもう皆さん大体やっていることかと思いますが、実際はここでデータを登録するっていう作業が必要なんですね。データ解析しました、論文書けました、よっしゃ投稿するぞっていう時に、だいたいそのシーケンシングのデータを使って、論文を書いたと、データが出たっていう時にはそのシーケンスの配列を、誰でもアクセスできるレポジトリに登録してくださいっていうふうに論文誌の方に言われますし、レビューアーにもきっと言われますし、もしレビューアーが言われなかったらそれはレビューアーがサボってるのであまりいいレビューアーではない、皆さんももし論文レビューするときはちゃんとデータを見て、配列なんかシーケンスしたって書いてるのにそれのシーケンスのデータベースの番号が書いてなかったら、おい効果してないやんけって言ってちゃんと厳しくリジェクトしてください。真面目に言ってますよ。でも本当にデータを登録するのはすごく大事なことです。っていうのは もちろんそのデータが再利用されるっていう意味でもいいんですけど、まあ、ちゃんとその自分が出したデータがちゃんと正しいものだよっていうふうなのをちゃんと証明するっていう意味でも大事です。ということで、この論文をサブミットする前にデータを登録するっていうようなことを、大体皆さんやっています。で、ここに書いてありますね。でこれも、データサブミッションって書いてあるんで、まあ、データをこうボンとアップロードすれば終わりかっていうと意外とそうではなくて、その先ほど言ったようにその自費検査から出てくるデータってどういう分子を入れたかとか、どういう生物種だったかとか、どんなシーケンスを使ったかとか、そういういろんなそのシーケンスをするための条件っていうのがあるので、その条件についてちゃんと、書く、記述して、どういうサンプルをシーケンスしましたっていうことを書かなきゃいけない。で書いて、それとその書いたもの、まあ、サンプルのメタデータって言いますけど、メタデータとデータを一緒に合わせてその登録するっていうような作業が必要で、これ結構大変なんですけど、動かしてるわけではなくて、それ相応の多分時間がかかると思うので、ぜひちゃんと投稿にスケジュールに余裕を持ってぜひやってもらえればいいかなと思うんですけど、でここのまあ大変なのはその、まあ、データ自体はそのアップロードすればいいんですが、そのサンプルとか実験についての情報を書くっていうことを、すごくちゃんと決まったフォーマットで書かなきゃいけないので、それが結構大変です。でたくさんサンプルを読めばそのサンプル分だけたくさん情報を書かなきゃいけないので、やっぱりそれも結構時間がかかります。で、まあ、DDBJ 日本だと DDBJ が、登録窓口になってくれますんで、そこでデータの人が、まあ、メールでこれ分かんないですって聞いたら結構教えてくれはするんですけど、まあ、割と時期によってはすごい登録の申し込みが多かったりして、 DDBJ の人たちもてんやわんやになってるのを僕は横で見てるんですが、大変なのでなるべく余裕を持って、ぜひやっていただければいいかなと思います。で、こういうふうに、みんながシーケンスをして論文出すっていう時にデータを、登録しますと。でデータを登録したものが、データベースの中に、入ると。で次世代シーケンスのデータベースって言って、さっき言ってたようなその生の、ここですね、この FASTQ の、データ、その論文で出すときは、どのデータを登録してくださいって言われるかというと、こことかこことかではなくて、シーケンスの一次データ、そのシーケンサーの、計測機器から出てきた最初のデータを登録してくださいというふうに言われます。で、こっちも登録できるようにはなってきてるんですけれども、まだほとんどのケースではこちらの FASTQ のデータが、登録されてます。で、それがじゃあどこに行ったら探せるかっていうと、2つ、データの区切りがあって、まず1つオープンアクセスデータっていう、誰でも自由に検索してダウンロードをできるデータがオープンアクセスデータで、これともう一つ先にじゃあ、話をしておくと、コントロールドアクセスデータ、これはその人、まあ、ほぼ人の、データで個人を特定可能な、パーソナリーアイデンティファイアブルな、メタデータが入って、例えば患者さんの、起用歴だったりとか、そういった、センシティブなデータが入っているものは誰でもアクセスできるようになると、困るので、それはその使いたいですっていう人が、ちゃんと承認を受けて、使うっていう風な
形になります。だからこの2つ、コントロールドアクセスっていうのとオープンアクセスっていう2つ、その誰でも自由に使えますっていうケースと、承認が必要ですっていうような2つあるっていうのをまず、覚えてもらえればいいかなと思います。で、オープンアクセスの方、まあ、植物、虫、微生物はコントロールドアクセスに行くことはまあほぼないので、大体こちらにあります。で、畜産大学ですから、家畜とかですかね、家畜のデータとかも、こちらのオープンアクセスに、ほぼあります。で、データベースの名前が一つポンとあればシンプルでいいんですが、データベースの名前はシーケンスリードアーカイブ SRA って言って、名前は一つなんですけど、このデータベースが日本とアメリカとヨーロッパの3拠点で、それぞれ、受付の窓口があって、でそこに登録されたデータが全部交換されて、そのミラーリングをしてるっていうことで、どこに行っても同じデータが入ってるっていうような状況になってます。でこれはもちろん そもそもデータを登録してもらう理由が、ちゃんと研究に使われたデータ、生のデータを、エビデンスとして誰でもアクセスできるようにしておきましょうっていう、その科学の透明性っていう意味で、大事だからなんですが、特定のどこかの国の特定の機関とかに、全部依存してしまうと、そこが例えばファンディングなくなって潰れましたとか、そこの国が何か問題があってどっか別の国からアクセスできなくなりましたとかっていう風になった時に、それは世界中の研究者にとって困るので、まあ、バックアップではないんですけど、まあ、そういうそれぞれ、3拠点別の大陸にあるところが、お互いに、データを交換し合うということによって、まあ、冗長性を高めているということになります。なのでどこに行ってもいいです。これ NCBI、 皆さん、ブラストとかでおなじみのアメリカの、メアリーランドにある NCBI ですが、 CBI の SRA のページからもデータが探せますし、こちらの方は、ヨーロッパのですね、こっちは、ケンブリッジのちょっと南の方にある、ヨーロピアンヌークレオタイドアーカイブ、これは、ヨーロピアンバイオマティクスインスティテュートっていう EBI っていうところの下にある、データベースのところなんですが、この ENA っていうところにも、データが、同じデータがあって、あとは、静岡県の富士山のちょっと近くの三島の方にあります遺伝研の DDBJ も、同じデータを使ってます。で全部ちょっとずつ、まあ、もちろんここ、ね、日本語書いてありますし、見た目違うんですが、基本的に、ちょっと違う検索のツールを提供してるんですが、出てくる、結果というか中に入ってるもの自体は一緒なので、まあそれぞれの、特徴といいますか、まあ、NCBI とかは、もう例えばその検索、同じデータが入ってるんですけど、検索のツールの使い勝手とかがちょっとずつ違うので、人によって NCBI 使うのが好きっていう人もいれば、EBI のアドバンスドサーチが便利だからそれ使ってるっていう人もいますし、DDBJ 使ってるっていう人もいます。で DDBJ の検索ちょっと今リニューアル中で性能があんまりよろしくないので今日はちょっとあんまり紹介しないんですが、まあ、DDBJ のメリットとしては、地理的に近いのでデータをダウンロードするという時に一番ネットワークが早いので、まあ、DDBJ の方でサク、まあ、例えばこちらのアメリカとかヨーロッパの方で探して、で ID だけ取っておいて、でその ID のデータを DDBJ のサーバーから取ってくるみたいなこともできますし、逆に、例えば、ヨーロッパに出張に行ったとか、ヨーロッパに留学したとか、アメリカに留学したとかっていう時は DDBJ からやらなくてもこっちからやった方が早かったりしますっていうようなところの、まあ、3つ中身同じですよ、でも側が違うのでちょっとずつ使い勝手が違いますよっていうところを、お伝えしました。で、ここのデータの登録の仕方はサクッとじゃあ紹介しましょうか。まあ、データの登録するためにはちょっとさっき割と複雑ですっていう風な話をしたんですけれども、具体的にどういうことをしなきゃいけないかって言いますと、まずまあアカウントを作りますと、まあ、これ DDBJ の場合なんですけど、 DDBJ の場合アカウントを作って、配列のデータのファイルをアップロードしますと。でアップロードして、でその次に、バイオプロジェクトっていう、データベースがあります。でそのバイオプロジェクトにこのシーケンスをした研究のプロジェクトの情報を入れます。例えばタイトルだったり、どこの所属の人、例えばここだったら帯広畜産大学の、例えば豚のなんかシーケンスをしましたとかっていうと、そういうなんかプロジェクトの情報を書きます。
で、それが、登録できたら、そのプロジェクトで使ったサンプルの情報をバイオサンプルっていうデータベースに登録します。これはデータベース分かれててちょっと分かりにくいんですけど、ちゃんとその紐付けがされているので、まずプロジェクトにプロジェクトの情報を登録したら、そこで使ったサンプルの情報をバイオサンプルとして登録をする。例えば、豚のここの肝臓の RNA-seq しましたとか、別のところの、心臓の RNA-seq しましたとかっていうふうになると、別々の部位から取りましたっていうようなのをサンプルのレコードを一つずつ作っていくと。で、それができたら次は、SRA、 今度はシーケンサーの方のメタデータが必要で、エクスペリメントっていう、実験のメタデータが必要で、この実験のところにはどんなシーケンサーを使ったか、イルミナのシーケンサーを使ったのか、ナノポアのシーケンサーを使ったのか、パックバイオのシーケンサーを使ったのかとかっていうようなこととかを、登録していきます。あとは、何をしたか、 RNA トランスクリプトのシーケンスをしたのか、チップセックをしたのかとかですね、っていうようなシーケンスをする。で、あとはそれぞれの、実験のところで、ランっていうのはシーケンサーの、シーケンサーは1回こうシーケンスすることをワンラン、ツーランっていうふうに言うんですが、その1回その、シーケンスの単位の情報を、これはまあ大体日付とかだったかな、とかを、登録します。で、これを登録して DDBJ の担当の人が、これにデータを検証するという作業があって、それが終わるとアクセッション番号っていうのが、発行メールで送られてきます。で、大体の論文では、じゃあ論文投稿してっていう、レビューに回る前にこのアクセッション番号を発行してくださいって言われるので、これ出てきたアクセッション番号を論文の原稿に書いて、サブミットするというような感じになります。で、でこういうような、なんて言うんでしょう、まずシーケンスのファイルがあったら、それ1個に対して全部バーッと情報を書くわけでもなくて、プロジェクトの情報を全部ダーッと1個にまとめるわけではなくて、それぞれこう、ちょっとずつ違うオブジェクトというか単位ごとに、情報を書いて登録するっていうふうなことになるので、データを探す時も、それと同じような、ことに気をつけながら探す必要があって、例えばそのデータベースで探すときもプロジェクトの情報とサンプルの情報と実験の情報と、ランの情報というのがそれぞれ、違うわけですね。これはもしかしてリダイレクトするかな。はい、例えば、これはこれ DRX000001 っていう ID がついてるんですが、これがエクスペリメントの ID です。だから、ここですね。ここの、実験の情報なんですが、タイトルとか、オーガニズムがあって、これ納豆菌のデータなんですけど、WGS ホールゲノムシーケンスをしました。ソースは、ゲノム DNA、ゲノムの DNA です。ペアードエンドシーケンスしましたとか、プロトコルはこんなんです。であとここですね。イルミナのジノムアナライザー2っていう、これだいぶ古いやつですけど、それを使って、シーケンスをしましたとかっていうような、こういう情報を、書いていくと。でこのケースだと、多分一つのこれプロジェクトの中に、一個しかサンプルがないので、これはそんなに多分登録するとき大変じゃなかっただろうなと思うんですけど、ここに例えばそのサンプルが10個とか100個とか1000個とかってなってくると、もうこれ全部書かなきゃいけないので、それはすごい大変です。で、もちろんそれをなるべく簡単にできるように、例えば Excel のテンプレートとかを DDBJ の方で用意してもらえるんで、それを使って、やるっていうことはできるんですが、結構大変です。で、コントロールドアクセスデータの話は詳しくした方がいいですかね。人の、疾患とか、の研究とかをされている、する予定がある方っていらっしゃいます？これも先ほどと同じで、NCBI、アメリカと、EBI と、ヨーロッパですね。と、これは、DDBJ、 実は DDBJ が後ろのデータベース担当してるんですが、表の、承認とかの受付を先ほどミノアの方から紹介がありました NBDC が、この講習会のホストもしてます NBDC の方が、管理をしていると。これも日米欧で、それぞれ分散で、やっていて、ただこれは、後ろでデータは登録、交換はしてないので、ここのデータはここからしか探せない、ここのデータはここからしか探せない、ここのデータはここからしか探せないっていうのがちょっと違うところです。もちろんそのセンシティブなデータなんで、そんなポン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 どこかに、やっていいものではないので、
そういう状況になってますが、これをじゃあ使う場合どうしたらいいのかっていうことなんですが、ここにどのようにアクセスするのかっていうのが書いてあります。でまず dbGaP っていうこの NCBI のこれですね、この dbGaP っていうのが、データベースオブジェノタイプ&フェノタイプの略で dbGaP なんですが、 dbGaP のデータは、NIH アメリカの NIH の審査を受けないと、使うことができません。で、こちらのヨーロッパの方のヨーロピアンジノムフェノムアーカイブ EGA っていうんですが、EGA の方は、これはちょっと特殊でヨーロッパの、データベースなんで、ヨーロッパの例えばそのフィンランドだったり UK だったりいろんな国の、それぞれのプロジェクトのデータがここに全部入ってるので、アメリカの場合は全部 NIH のファンドでやってるので NIH が OK と言えば OK なんですが、ヨーロッパの場合は そのそれぞれのデータを出したところの団体とか、組織の、許可を得る必要があります。で、EGA の場合は例えばここからデータを探します、でこれ見つけた、このデータ良さそうだなっていうふうになった時に、例えばこれがフィンランドのコホートのデータでしたとかってなった時は、その団体に審査をしてもらって使ってもいいですよっていう許可をもらわないと使えないというような感じになります。で、JGA 日本の場合はこれ日本人の疾患だったりとか人のゲノム配列とかの多系の情報とかが入ってるんですが、これに関しては NBDC の、人データ審査委員会ですかねの審査のを受ける必要があります。なので、資材シーケンサーの、データベースが、どういうふうに運用されていて何が入っていて、登録するときにはどういう手順が必要でっていうところを、紹介しましたが、どうですか、登録するの大変そうじゃないですか。大変そうですよね。結構大変で、どれぐらい大変かっていうのを、私がじゃあやった情報を、まあ、データの探し方という意味からじゃあやってみましょう。でですね、どこから行こうかな。じゃあまずこの SRA とアメリカの方にじゃあ行ってみますね。ここの出ました。で、ちょっとじゃあ大きくしますね。で、まあ、NCBI 大体どこの、リソースいっぱいあってこれね、どこに行ってもよくわかんないんですが、次世代シーケンサーのデータを探したいなと思った時に、探すやり方が、NCBI は結構いろんなやり方があります。いろんなやり方があるっていうと、あれなんですが、まあ、本当にここに例えば、何かプロジェクトの名前だったり生物種の名前だったり入れてもいいんですが、どうしようかな。じゃあまず何も考えずにやってみましょう。ですね、僕がやった、お花見メタゲノムっていうプロジェクトがあってですね、ご存知の方いますか？お花見メタゲノムのプロジェクト、あ、いない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 ですか。残念。そうですね、帯広ソメイヨシノ咲かないですよね。咲かないですよね。札幌の確か北の方が北限だったはずだから、そう、咲かないですね。お花見ってやって雑に検索をしてみると、はい、出てきました。ありがとうございます。出てくるんですね。これが私が登録したデータです。ここに書いてあります。お花見メタゲノムって書いてあります。で、こう、これ全然ふざけてるわけではなくてですね、ちゃんと真面目な研究のプロジェクトだったんですけど、あ、ここに書いてあるな。サブミティッドバイ DBCS、 私がやったんですが、例えばこのサンプルだと、まあ、じゃあ、まあ軽くお花見メタゲノムの話をしますと、これ日本全国のソメイヨシノが春にバーッと桜前線といってバーッて順番に咲いていくんですけど、その咲いた直後の花びらの表面に、どういう微生物がいるかっていうのを全部、取ってきて、でそれを 16S のリボソーム RNA のシーケンスをして、タクソノミーの、分布を調べたっていうプロジェクトなんですね。で、なので、それぞれ一個一個のこの DRX のエクスペリメントって書いてあるやつが、それぞれサンプルを持ってるんですが、このサンプルがこの場合だと、埼玉の引きで取ったシーケンスで、ラベルのナンバーがこれっていうような情報がここに書いてあったりします。で、イルミナのマイセックを使ってシーケンスをしました。メタゲノムのシーケンスをしてます。で、まあ、V4 ハイパーリージョンオブ、16S のリボソーム RNA の配列の V4 リージョンというところを PCR で増やして、でそれをシーケンスしましたみたいなことがここに書いてます。で、
ここですね、ここに 8.6 メガベーシーズの 4.8 メガバイトって書いてあるんで、これを押すとデータがダウンロードされる。は、あ、今はセレクターに行くんだな、ここですね、セレクターが行って、で、そうか、ここに行くとセレクターに行っちゃう。データのダウンロードをするには、あれ、これかな、よいしょ、よいしょか。で、ここに行くと、あれ、これ2本しかないな、こういうシーケンスのリードがありますというのが見れます。で、ダウンロードアクセス、あ、そうか、どうしようかな、そうだ、ちょっと、お伝えするのを忘れていたので、はい、こうなんですが、ですね、これがですね、NCBI は違うんですよね。ファスト Q じゃないデータが落ちてきちゃうんです。すいません、これをここに説明しなかった。さっき同じデータがアメリカ、ヨーロッパ、日本で全部ダウンロードできますっていうふうにお伝えして、実際中身は一緒なんですけど、ここのファスト Q っていうデータがそのまんまだとそのテキストのデータなんで、圧縮をするんですね。で、圧縮をした形式が、違うわけじゃないですけど、 NCBI ではこの、独自の SRA フォーマットっていうデータで、圧縮されたデータがこの中に、入ってます。なんでここに行くとですね、こういうふうなことを言われて、プリフェッチとか、ファストQダンプとかっていうような、ツールを使ってダウンロードしてくださいねっていうのを多分言われちゃうんですね。ファストQはないはずないですね。で、なので、ここからで NCBI からデータをダウンロード探したときにダウンロードするときにはこういうツールを使うっていうような必要がありますっていうのを、そうですね、ここの前でお伝えするのを忘れてましたね、すいません。で、その SRA フォーマットで NCBI 入ってるんですが、ツールを使えば、展開はできるんですけど、ここの下の EBI と、ヨーロッパの EBI と日本の DDBJ の方は圧縮してない、ドットファストQの状態のデータもあるので、すぐファストQのデータだけポンと取って、ソフトウェアに入れて使いたいという方はこっちからダウンロードする方が、分かりやすいです。ということで、例えばじゃあ、これですね、よいしょ、ここの DRR074412 っていうのがこの埼玉で取ったデータの ID ですね。でこれをコピーして、でじゃあ例えば今度は EBI に DNN、ヨーロッパの方に来ました。で今、NCBI の方で探した ID をここに入れてサーチをしてあげるとですね、同じものが出てくるはずです。出てきました。でここに LAN っていうのがあって、でこれ中に書いてある情報は、私が DDBJ に登録したものがアメリカにも行ってるしヨーロッパにも行ってるので同じことが全部書いてあるはずですね。でここにフラワーメタゲノムイルミナマイセクとか書いてありますが、あれ、ファースト Q がない、ないな、バルクダウンロード。なんか全然良くない例を踏んでしまったような気がするんですが、ここに普通はファスト Q のリンクがあるんですが、多分なんだろうな、何かの理由で出ていないので、じゃあ今度は DDBJ に行ってみましょうか。なんかあんまりバチッと決まらなくてかっこよくないですね。ここでサーチのところに行ってもらって、でこれでアクセッション番号、さっきのやつもう一回じゃあ貼って、ちょっと貼ってみます。すると、はい、今度はちゃんと来ました。でこれ実験のところを見に行っ
ってみると、さっき書いてあるのと全く同じ情報がここ書いてありますね。 V4 リージョン読んで、マイセックで読んで、で、ここ見てもらったら分かると思います。ここにダウンロードのボタンがあって、これファストQの、データが入ってます。でこれを、リンク先を保存かなすると、共通引きここによいしょ保存すると保存されました。あでもここにはいあります。これで、fastq.bz2 っていう、名前で入ってます。これが fastq を、普通の、bzip2 っていう、形式で圧縮をしたデータになります。なので、基本的には、こんな感じで、こんな感じでって今だいぶ遠回りをしたのでちょっと特殊ケースなんですけれども、データを、探すという感じになります。でちょっとじゃあ、簡単になんですけど補足というか、別のやり方、なんかいろんなやり方がありますよね。さっき言ったと思うんですけど、例えば NCBI だと、リソースのところに ジーンとかだとあれですけどタクソノミーとかあります。で、これは偏見かもしれないんですけど、筑大の人たちは皆さん何を研究対象にしている方が一番多いんですか。豚かなと思ったんですけど豚ではない、牛ですか。牛だと、カウでググったら出てくるのかな、これですね、キャトルで、こうやって出てきた時に、ここの右にレコードって言って出てきて、でここにあの SRA エクスペリメンツとか、さっきあの言ってたバイオプロジェクトとかバイオサンプルとかっていうようなののリンクがあります。例えばご自分の研究対象の生物種をタクソノミーで調べてもらって、でそれに関連するバイオプロジェクトとかを例えばこれ見に行くとするとですね、見に行きますね、するとこんだけこうバーっといっぱい出てきます。例えば最初は RNA-seq やってますとか、マイクロバイオ、あこれあれこれホースだな、すいません間違えましたねとかいろんなのが出てきて、で例えばこれを左側のところでデータのタイプで、メタゲノムなのか、ゲノムのシーケンスなのか、あとはトランスクリプトムなのか、例えばじゃあ少なめなやつやってみましょうか、エクソームのシーケンスはどれだっていうと絞り込むとこの2つありますと。で、例えばじゃあこっちのやつを見てみましょうか。で、ここでいくと、ここですね、 SRA のエクスペリメンツっていうところがあって、でここでこうデータがたくさん出てくると。でこれを見に行くと、さっきと同じようなところに行って、でこの欄の情報が手に入るんで、それをまあ、DDBJ からダウンロードするもよし、NCBI のツールを使ってダウンロードするもよしというような感じですね。なので、こうやってデータベース間のリンクが、NCBI とかだと、出てくるので、そういうのを使って、別のところから探すっていうのも、よくやる、方法です。あとはまあ論文ですね。論文をまず最初にPubMedで調べてみて、あこれも元々なんですね。リテラチャーPubMed。パブメドで例えば、何でしょうね、まあ、ちょっと豚やってみましょうか。豚を豚だけで雑に検索をすると、まあ、たくさん出てくるわけですが、例えばこの中から何か一つ、ジノミックバリアビリティとか何か書いてあるので、こういうのを見に行くと、ないかな、ないですね。もうちょっといいですね。あれですね。RNA-seq とかで調べる方がいいですかね。RNA-seq とかで調べると、こうやっていっぱい出てきます。83件あって、で、ここのゲノムのところを見に行くと、あれ。出てこないですね。ちょっとなんかあんまりちゃんとスポンと出てこないんであれですけれども、V4
プロテインどうじゃ。あの文献の中でですね、例えばシーケンスのデータを、ちゃんと登録してあると、横に、関連するものとして出てくるんですが、多分これはパブメド側でアノテーションがまだついてないのかな。ちょっとここではパッと出てこないんですが、文献から探すっていう方法もあります。あとはその PMC のテキストの中に、よいしょ、出てくるかな。データベース。ありましたね。文献を探してると、例えばこれは、マテメソのセクションじゃない、リザルトですね。リザルトのセクションにありますが、よいしょ、ここに、ローRNA-seq データはサブミットドゥザシーケンスリードアーカイブって言って、アクセッションナンバーがこれですっていうふうに書いてあります。で、これをコピーしてあげて、よいしょ。どうしようか。で、さっきの SRA のところに行ってもらって、こっちか。で、よいしょ。あ、違う。おっと、ダメですね。多分こっちからじゃない。おちち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 。よいしょ。CBI の SRA に行って、ここに貼り付けをして検索すると、これですね、バイオプロジェクトの方のレコードが引っかかったんでこっちに行きましたけど、ここに出てきて、はい、で、サンプルのデータが入っておりまして、でもシーケンスのデータないですね。なんか今日は全部ハズレにばっかり当たっちゃってすごい悲しいんですが、通常ここにあの欄の情報とかが出てきて、そこからリンクをたどるってことをして、データが取れるような図になってます。ということで今ちょっとあのすいません、あんまりサクッといかなかったですが、こういう感じで、いくつかの その、それぞれの、データベースを使いながら、データを見る、もしくはその文献の中からこういう ID を探してくるであったりとか、タクソノミーから探すとかっていうようないくつか、方法がありますが、基本的に全部、目標とするのは、アクセッションナンバーがどこかに書いてないか、こういう ID がこういういろんなサム D から始まったりサム E から始まったりとかプロジェクトとか書いてあったりするんですけど、バイオサンプルバイオプロジェクト SRA とかっていうようなキーワードの、ID が、文献の中とかに入ってないかっていうようなことを調べて、でそれで目的のデータを探すっていうようなことを、やっていくのが基本的なあれになります。で、基本的なその概要としてはこのぐらいなんですが、一番最初にお伝えした通り、今ので出てくるデータというのはこのファスト級フォーマットのファイルの、圧縮された形だったりとかっていうのが、基本的には、手に入ると。で手に入ったら、このあと、こちらで、自分の手元で、解析の処理をやってあげないと、例えば遺伝子の発現量だったり、遺伝子因子の、食いついているところだったりとかっていうのが、分からないと。でここはものによる、生物種とかデータの大きさとかにもよるんですけど、それなりに計算機のパワーがいることがあるので、なかなか、ここがそんなにすんなりいかないこともあります。で、そういうような状況なので、じゃあ、よく使われるデータだったりとか、ある特定の目的のデータをあらかじめここまでやっておいて、でここの情報がだけが、すぐ手に入るように、しましょうっていうようなデータベースが、最近、いくつか、出てきています。でそれを、ざっくり紹介したいと思うんですが、まず一つ目が、チップアトラスっていう
データベースがありまして、でこれはあのチップセックとあとは DNAセックの、DNAs で、切った時のシーケンスですね、 DNAセックのデータが、入っています。で、これは、このお昼の後の、この後の、DBCS のおのおの講習でですね、実際にこれを使って、解析をするっていうようなものがあるので、ここではちょっと概要だけ、説明するんですが、このチップアトラスっていうのは、九州大学の、沖木先生という方と、我々の DBCLS の方で、開発したもので、先ほどのようにデータベースの中にいろんなチップセックのデータが入ってるんですが、それを全部、我々の方で、あらかじめ処理をしてしまって、でその結果だけを、簡単に探せるようにするというようなものになります。で、ただその比較解析をするためには、ある程度のデータの数がいるので、生物種がちょっと今のところですね、あ、これちょっと古いな、実際これ開いてもらうと、出てくるんですが、今は、ピークブラウザ見に行くと、ちょっと、お、あれですか、もしかして皆さん今クリックしてますね、サーバーが落ちるかな、いや、開けた方います、あ、ありがとうございます。ですね、人とマウスとラットと線虫、ハエ、酵母かなの、今5つの生物種が、ここで見れます。こっちだったらいけるかな、あ、ハングしたかもしれない、ちょっと多分今アクセスが一時的に集中したせいで多分ちょっと落ちたような気がするんですが、このチップアトラスっていうのは、チップセックの結果を、ビジュアル、可視化するためのデータベースなんですが、まず単純にその、例えば細胞株と、あとは、転写因子の、を選んで、それをブラウズするっていうふうにやると、ゲノムブラウザ上で、どこに、転写因子がくっついたかっていうのを、見れると。で、もともこのデータベースがなかったときは、それぞれ、研究者の人がさっきのデータベースから自分でファストQのファイルを取ってきて解析をして、でそれで自分で可視化するってことをやらなきゃいけなかったんですけど、このデータベースを使えばそこの手順が全部いらないで自分でもうこれポチポチやるだけで見れますと。あとは転写因子がどの遺伝子を、ターゲットに、転写因子がくっついたところの上流下流にどんな、コーディングリージョンがあるかっていうものを可視化したり、あとはどの転写因子とどの転写因子が共極材してるかっていうようなコロカライゼーションの解析だったり、あとは例えば、RNAseq とか、マイクロアレイとかでもいいんですけど、それで、遺伝子の発現の高いものとか低いものと、高いものの、リストができましたっていうと、そのリストを、このチップアトラスのデータと照合することで、どういった転写因子が、優位に、動いているかっていうような上流の解析ができるっていうような、エリンジメント解析みたいなものもできます。で、これはこの後に、やりましょうってことなんですが、ということで、チップアトラス、あとは、もう一つ、関連しているものなんですが、これは理化学研究所の川上先生という方と、あとは、うちの DBCLS で作っているものなんですが、これは、同じようなチップセックのデータが、解析されてるんですが、これは、重み付きの、エリンジメント解析っていうような手法を使って、遺伝子発現の、変動の情報を Excel ファイルみたいなスプレッドシートの、情報で渡してあげると、その遺伝子発現を制御している、転写因子の動きっていうのを、可視化してくれるっていうようなツールです。で、これ多分、みんなで一斉ので開くと多分これも落ちると思うので、今は開きませんが、これも、同じように SRA の、データを、再解析して、で、それをもとに、データの解析の、ソフトウェアとして、オンラインで提供されているものです。
でもう一つですね、まあ、これはまたちょっと毛色が変わって微生物、まあメタゲノムの、上データベースなんですが、今日の一番最後に話をされる遺伝研の森さんのチームの方で作られていて、もう間もなくリニューアルされるということなので、まあ、リニューアルするとまたちょっと使い勝手が変わると思うんですが、これも SRA でパブリカのところで公開されているメタゲノムのデータとか、メタ 16S シーケンスのデータとかを、再解析して、その研究者の人が自分でダウンロードして自分で解析しなくても、情報が見れるというようなものですね。でこの SRS なんとかっていうのがこれがサンプルの ID なんですが、このシーケンスで、得られたメタゲノムの、ファイラムの情報だったりとか、まあ、こういうタクソノミの、クラシフィケーションの情報が見れるというような、ものになります。でちょっと時間がないのでこれは詳しく説明はしないのですが、もしコマンドラインで、コード書いたりとかが、お好きな方はちょっとこれを見てみたら面白いと思うんですが、RNAseq のデータも、再解析されたものがあって、その RNAseq の解析はそのなんかこれまでの、ウェブのデータベースみたいに、きれいな側があるわけじゃないんですが、REST API って言ってそのブラウザーでも使えますし、まあ、簡単なスクリプトからでも、アクセスができる、サーバーに、情報が入ってます。で、シェルスクリプト、Ruby、Python などのプログラミング言語を覚えれば効率よく処理ができますとかっていうふうに書いてありますが、まあ次世代シーケンサーのデータ解析はなんだかんだ、どうしてもやっぱりコマンドラインで、解析をする方が断然はかどるっていう側面があるので、まあ、もしこれからたくさんデータの解析をするぞっていう人はちょっと勉強してみるといいのかなと思うんですが、まあ、データベースにはこういう側のだけのものではなくて、そのデータだけを単純に取ってくるっていうような、ものもあります。でここに詳しくはどういうふうに取るっていうのが書いてあるんですが、これはもう本当に何て言うんでしょう、Excel とか、まあ、Excel とかに本当に入れちゃうとこれ多分大きすぎて開けなかったりすると思うんですが、こういったいろんな情報と例えばですね、これはそうですね、縦に、遺伝子の ID があって、で遺伝子の ID に対して、発現の値が全部ここに出てるとか、こういうような、テーブルのデータを、取得するというようなこともできます。でこれは EBI が、提供しているサービスですね。で、まあ、こういったデータを取ってきた後は、まあ、IGV というインテグレイティブジノミクスビューアーという、まあ、簡易なゲノムブラウザがあるんですが、こういったもので可視化をするというようなこともできますですね。ここはちょっともう本当に作業的な内容になるんで飛ばしちゃいますけど、こうやって遺伝子の構造があって、でそこに対してどういうふうにシーケンスのリードが張り付いたか、ここの部分の分子が取れたかっていうようなことを可視化したりということができます。なので、まあ、まず自分ご自分で、興味のあるデータを探してみるということも、やってみてもらえるといいのかなと思いますし、まあ、それでデータが見つかったときに、じゃあそういうデータがこういう別の、やり方で、あらかじめもう処理が解析が終わってる、データが取れないかっていうようなことを探してみるということも、やってみるといいのかなと思います。で、まあ、ここに書いてありますが、まあ、でもデータによっては解析のデータが存在しなかったり、まあ、特定のソフトウェアの、で解析するっていうことが必要な場合もあります。でやっぱり特に何て言うんでしょう、人とかマウスみたいなデータだったら割とそういう人口が多い、研究者の人口が多いので、あらかじめ解析しているデータっていうのも多いんですけれども、そうでない生物種とかだとそういうのがなかなかなかったりします。さっきのチップアトラスでもそうですけど、まあ、数が多いものしか、基本的には入れてないと。でそういう場合は、ご自分で、解析データをダウンロードして解析をするっていうようなことが必要になってきます。でまあ、今、まあ、それこそ5年前に会、ここで講習会をした時から今、まあ、5年経ってますけど、やっぱりバイオインフォマティクスを専門でやってる方でなくても、
実験、普段その研究室で実験して、サンプル触って DNA シーケンスしてっていうような方でも、自分でコンピューター使って解析をするっていうようなことが、かなり一般的になってきたなっていうのが、ここ最近の、感触トレンドかなと思います。で、やっぱりコンピューター使って解析するって今までやったことがない方とかは、どういうふうに解析したらいいのかっていうのがなかなか、取っかかりがないと思うんですけれども、この辺にいくつか、資料を挙げてみました。でちょっと古いのを見つけたので、これ後ほどちょっとすぐにアップデートしますが、統合データベースの講習会、これですね、これの講習会のこれまでのログがあったりとか、あとはハンズオン講習会って言って、これみっちり1週間ぐらいプログラミングの基礎を叩き込むっていうハードコアなワークショップがあるんですが、それの、これまでの資料と録画だったりとか、あとはこの辺はちょっともうないので、これはあれしますが、あとはもうオンラインに、たくさん資料がありますし、書籍もこれちょっと書籍これがですね多分2015年とかなんですが、こういう本もどんどん新しい本がこれからまた出てくると思うので、そういった本使って、勉強してもらうとかっていうのもいいかなと思います。ということで以上になります。質問が来ているのでこれがありますね。GO は二次データベースではないですか。ですね、これは難しいんですが、NCBI の GO っていう、データベースがありまして、これはジーンエクスプレッション、遺伝子発現の専門、専門の、データベースなんですが、今は、次世代シーケンサーで読んだ RNA-seq だったりとかの発現のデータとか、あとはチップセックもかなのデータも、GO に行きます。で GO にも、基本的に FASTQ の、一次のデータが入って、でもしくは、それを使って、発言の解析をした結果も一緒に GO に入る場合があるんですが、 GO のデータベース自体では計算は、してないですよね。ユーザーが、登録したものだけがここにあるので、そういう意味では、一次データベースですね。で G Expression Omnibus は一次データベースなんだけれども、Expressionアトラス何かしかの経緯で、解析済みのデータがある場合もあります。なので、遺伝子発現のデータとかを調べる場合は、GO とか、あとは、これもアレエクスプレスっていうプレスっていう、EBI のデータベースがあって、こちらで調べてもこちらはEBI 独自のデータベースなんで、全く同じものが入っているわけではないんですけど、こちらからも目当てのデータが見つかる可能性があります。